皆さんこんにちはレクセン人工士の伊藤ですそれでは CFP 合格発表語ガイダンス次に狙う科目はこれということでお話をしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますええ先日ですね平成29年の6月に行われました CFP 試験の合格発表が行われました 既にですでにねこの合格発表の内容などをインターネットなどで見ていただいている方もいると思いますけれども今日はですねその6月の試験が終わった後次は11月の試験ということになりますがその11月の試験に向けてですねどのような形で勉強していこうかということ当然勉強するにはどのような科目を受験しようかということになると思いますからこの辺りを含めてですね次の CFP 試験に向けてのガイダンスという内容でお話をしていきたいと思います。 え最初にですね、まずは次の11月の試験の試験日程をちょっと確認しておきたいと思いますので、ちょっと画面の方を映していきたいと思います。資料のですね、一番最初のところに今年平成29年の11月の試験の日程が載っています。11月の12日と11月の19日、日曜日ですね。 この両日に CFP の11月の試験が行われるということこれすでに決まっていますね。でそれぞれの日に3科目ずつ試験が行われるんですが例えば11月の12日であれば金融それから不動産ライフ まあ11月の19日ですとリスクタックス相続ということでもちろんこの試験のですね科目このスケジュールというのは毎回変更がありませんので今回も1日目ではこの3科目ということになります。 試験時間が各科目百二十分とありますね。この試験時間、どのように試験時間を使って合格をしていくかというあたりは、この後にもお話をしていきたいと思いますが、各科目百二十分の試験時間で、形式は四択ですね、四試択一の問題です。問題数は各科目五十問。出題される、ということになっているんですね。でこのスケジュールがすでにもちろん決まっているんですが、スケジュールが決まって、そして、もちろん、試験ですから、出願をしなくてはいけないですね。 CFP11 月の試験の出願は月日本 FP 協会のホームページの方でですねインターネットで出願をする場合には10月の5日まで出願をすることができますのでまず出願忘れることがないようにしていただきたいと思います。そしてその出願をするには当然ながらどの科目を受験をするのかということ科目を選択していくということがまず最初に行わなくてはいけないですね。 今回のですねこのガイダンスでは科目を次にどれを狙っていこうかというタイトルにはなっているんですけれどもまずこの前の6月の試験で6科目の全て合格された方合格おめでとうございます。そして6科目合格者になられた方は CFP の認定者になるための手続きなどがありますのでこれもですねスムースに進めていただいて6科目の合格者という方が CFP 認定者ということで今後の活躍をですね期待しております。 そして科目合格された方は当然次にどの科目をということになるんですが今回のガイダンスではこれから CFP の試験を初めて受験をしようという方もですね参考にしていただけるように CFP 試験の全体のですね流れなども少しお話をしながらそして過去の試験の合格率この辺りも含めたお話そして勉強方法という内容で進めていきたいと思います。 科目を選択するわけですから、じゃあ、何科目を受験をするか、ということをですね。まず、決めなくてはいけません。この前の六月の試験の内容を見てみますと、受験者数は約七千名であったんですね。でその受験者総数が七千名であるのに対して、科目別の受験者、多い科目ですと、例えば二千名を超えています。一方で、少ない科目ですと、千七百名程度というのが受験者数だったんですね。でこのあたりから紐解きますと。 この前の6月の試験では受験者総数約7000名なんですがその7000名の人が何科目の受験をしていたかというと多くて2科目まあ1科目から2科目ということが平均的に出されるんですね当然ながら6科目を受験するという人もいます1科目だけ2科目あるいは3科目以上受験するという方もいますが単に受験者数から平均をすると2科目程度の受験ということになっているようです ですから、これを平均と考えれば、やはり二科目程度の受験をして。そして、三回の試験で六科目の合格につなげていくという形式が一番多くなっているようなんですね。六科目をすべて受験をして、そして合格した人。まあ、これは結果を見ますと、十二名ということになっているんですね。六科目すべてを出願した人は。受験者総数の七千名に対して、二百二十八名。 非常にわずかな方しか六科目の受験はしていません。そして、その二百二十八名の人が六科目の出願をして。その中で、六科目すべて合格した人は十二人ということになっています。合格率で表すと、五点三パーセントということになっているんですね。このように、C. F. P. の試験というものが。仮に六科目を総合的に受けなくてはいけない試験であれば。合格率は五パーセント程度ということになってしまいますので。 やはり非常に難易度が高い試験ということはもちろん言えると思います。ただ、CFP の試験というものは、この6科目を科目別に受験をして、そして一つずつ積み上げをしていって、6科目の合格をしてということが取れる試験ですから、その方法をですね有効に活用しない手はないと思います。つまり、科目受験をして科目合格を重ねて、 そして一年後、あるいは一年半後、というところで、C. F. P. の六科目の合格につなげていくと。いうことが、一つの方法、というふうには言えると思うんですね。一級の試験というのが、別途あります。F. P. 一級技能検定という試験があって。この一級技能検定も、もちろん F. P. 試験の上級試験であることには違いないんですが。一級の試験は、その学科試験において。六科目すべて、出題される形での学科試験を行います。 一級の学科試験は今年の一月の試験の合格率を見ると約十三パーセントであったんですね。つまり六科目のすべての勉強をして、そして整って。合格をするということは非常に難易度が高いということは。この一級の約十三パーセントという合格率からも言えるのではないかと思います。そこで科目受験のできる c. F. P. 試験のその科目合格の方法を有効に使っていく。中で。 では科目別にした時にはどのような合格率になっていたのかということをですねもう一度資料の次のところで見ていきたいと思います。今度は合格率と合格基準ということで一覧表をですねちょっと今見ていただいていると思います。過去4回の試験の合格率それから合格基準を科目別にしてあるんですけれどもまず合格率。 まあ、一つの例として、一番隅のところにあります。二十九年六月の試験の金融三十六点九パーセント合格率ですね。不動産三十二点八、ライフが三十八点九、リスク三十七点一。タックスもほぼ同様、三十七点八。そして、相続三十四点九ということになっています。まあ、このようにですね。およそ三人に一人。余りは。 合格をしているということがこの合格率の中でも見れると思いますつまり科目別に受験をすることによって6科目の一括の受験では非常に合格率が少ないということに対して科目合格をしていくことになればおよそ3分の1の人が合格することができる試験というふうに考えてこれを優位に使っていくわけなんですねそしてもう一つそこで一つの物差しとなっていくのが合格の基準です このの合格の基準例えば金融29とありますがこれは50問の出題に対して29問以上正解をするとこの29年6月試験の金融が合格であったということを言っているわけですね。つまり29問以上正解が取れた人が全体の36.9%であったとこう考えていいわけですね。残念ながら28点しか 得点ができなかった50問中28問しか正解できないと不合格にはなってしまうんですが一方でこれ科目別に基準異なっているんですね不動産を見ますと27問以上正解をするとこの6月の試験では合格をすることができました一方で6月の試験の中で最も基準が高かったものがリスクです32問以上の正解をしないと合格することができなかったということなんですね つまりこの合格の基準というところがおよそ30問前後ということにはなっているんですが決して30問であったから合格なのか30問に満たないと不合格なのかということでもありませんので一応のののの基準とと考えて、ててそしてどの辺りに自分の着地点を持っいいくかうここも一つの、まあ、いわゆる物差しとしてこの合格基準を考えていただきたいなと思います。 およそ3分の1の人が合格をする試験であるけれどもそれはでは何点以上何問以上の正解をすることによってその3分の1である合格率の中に入り込むことができるか一覧表が過去4回のものが載せてありますがこの中を全体全体的に見渡してみるとですね30問ということになるとちょっと厳しい時あるいは厳しい科目というのも出てきているようです そこで、ここで一つのですね、まあ、提示ということで考えたときには。三十五問以上正解することができるように。試験までに仕上げていくということ。これを一つのターゲットにしていただきたいんですね。この一覧表の中で。三十五という数字はありません。三十四という数字もないんですが。まあ、区切りのいいところで。三十五問以上の正解を取れるようにしておくと。少なくとも。 過去4回の試験の中ではどの科目でででああっっても合格であったとということが言えるんですねなのでこれ少なめに見積もっておいてその自分が受験した回の基準が高いと残念ながら合格できないということになってしまうので過去のデータから言えることはまずは50問の出題に対して35問以上正解することができるように仕上げていくということをですね一つのターゲットにしていただきたいと思います。 この三十五問、まあ、すなわち五十問の出題ですから、七割以上の正解をするということここになるんですね。今まで受験をしてこられた二級の試験などの場合には学科試験考えたときに出題問題に対して六割以上の正解で学科試験が合格ということがありました。それよりは高い基準になっているんだけれども、でも。 七割ということを考えたときには決してそれ以上を狙う必要がないというような安心材料にもしていいと思うんですね数年前までは CFP の試験はこの合格の基準というものが発表されていませんでしたつまり何点を取ることによって合格することができるかという目安が分からなかったんですねところがここ数年はこのように合格基準が発表されてそれによって読み取ることができるようになったのは およそ7割を超えておけば間違いなく合格することができるということになってきましたので90点以上あるいは95点以上40問以上の正解まあこのようなところをですね無理やり狙うということが仮になくても合格することができるということ少しここは楽観的に考えてもいいのではないかと思いますこの合格基準ということがですね一つの材料となりながらもちろんこれから科目選択をしていく中で 残っている受験科目が2科目あるいは3科目ということになれば当然それが最終的な受験ということにもなると思いますのでそのの残っていいいいるるる科科目あるいは3科目あはは受験とととうことにはなると思いますただ4科目以上これから受験を考えるあるいは初めて CFP の試験を受験するということを考えたときには当然科目選択が重要になっていくんですね。このように 基準あるいは合格率それぞれ違っているんですがでは科目的科目の選択を効果的に行うのにはどういう方法があるかということをですね次の項目のところだけ書いてありますがこの「効果的な科目選択の方法」というところこれいくつかの例を挙げながら考えてみたいと思うんですが例えば一番受験者総数の中で比率の高い2科目を選択すると考えた時最も顕著に言えるとことは その二科目は自分が得意な科目これを選ぶということが第一歩だと思います六科目がありますから当然その中には得意な科目があるあるいは苦手な科目があってもやむを得ないと思います得意な科目があればその得意な科目を優先して受験をしてそして合格をして一つずつ積み上げていくということによってモチベーションをキープするということも非常に大切なんですねここで 苦手な科目から受けて苦手なものを早めに片づけてしまいたいというふうな考えになってしまって仮に苦手な科目を先に受験をしてそしてそれが不合格になってしまうとなかなか前に進んでいかないということになってしまいますのでそれよりもやはりまず科目選択する時の一つの方法としては自分自身の得意な科目を優先的に受験するということこれを覚えておいていただきたいんですね。4科目以上あった時 あるいは五科目これから初めて受験するその四科目以上になっているようなときにはその中の受験科目仮に二科目だとすれば四つのうちの二つ自分が得意な科目を選んで受験するようにしていきましょうそしてどれが得意かということはもちろん勉強していく中でも掴んでいけると思いますが一方では二級までの試験で高得点の取れた科目例えば学科の試験では科目別に得点の 通知があったと思いますから2級までの試験で科目別の特点の高かったものここから CFP 試験の科目選択をしていくというのも一つの方法だと思います。もう一つは得意な科目がなかなか見つけにくいという方にとってはですね次は自分自身の日常の実務などとの関連性が高い科目これを始めていくという手もあると思います。当然実務で不動産に携わっている 保険に携わっているという方がいれば不動産や保険というところからまず受験をしてそして合格をして積み上げていくということになるわけですね実務に関わりの強い科目から中心的にまず受験をしていくということもまた効果的な科目選択の方法ということになると思いますそしてもう一つが今この見ていただいている資料のもう一度上の方に戻しますけれどもスケジュールを見ていただいて仮にですね 四科目の受験を考える。あるいは四科目以上、これから受験科目があるというときには。日程の中で。試験時間が連続しないようにするというのも一つの方法なんですね。例えば。一日目を考えたときには。三科目あります。その三科目、これからすべて受験をしなくてはいけないんだけれども。特に。得意な科目や。実務に関連する科目がなかなか見出せない。となったときには。 今度は当日試験の当日のスケジュールのことを少し考えておくのも大切だと思います1日目の金融と不動産とライフという中から2科目を選ぼうと考えたとき不動産を除くまあ、つまり金融とライフの2科目を受験するというのは当日のスケジュールを考えたときには少し気持ち的に楽になるかもしれないですね2時間の試験が行われて そして次の科目に移るまでの間の時間が1時間なんですね。その1時間の間の休憩というものも正味1時間はありません。つまり1時間の中で、例えば休憩をしたり、次の科目の準備をしたりということを繰り返していくよりも、例えば第1日目の試験では金融とライフの受験としたとき、不動産の試験が行われている2時間は全て次の準備あるいは休憩に充てることができるんですね。 これは第2日目11月の19日でも仮に3科目の受験が今後予定されると時にはそして初めて受験する方にとってまず CFP の試験の2科目を考えようという時得意な科目や実務関連がなければ1日目の試験で1科目2日目の試験で1科目これはどれでもいいと思います。 それを選んで一日一科目に集中をしてその十一月試験で二科目の合格をする。次は六月の試験でまた一日目で一科目という方法で三回に分けて六科目の合格をしていくというのも効果的な科目選択ということが言えると思います。科目受験ができるということを有効に考えたときにはその何かの理由、例えば得意な科目があるか、実務に関連するか。 あるいはそのの関連するるような他の資格を持っているかそして当日のスケジュールこの辺りを考えてどの科目をこれから受験をするかということをまず最初に計画を立てていくということになるんですね。そして今度は計画を立てた上でではそのそれぞれの科目にどのぐらいの勉強の時間を割いていけばよいかということになっていくと思いますがこれはもちろんいろんなですね状況によって当然変わっていくと思います。 必ずしも1科目の勉強時間の答えがこれであるということは言い切れるところではありませんが一つの目安として1科目の標準的な学習時間は100時間というふうに考えておいていただきたいんですね。100時間ということはじゃあそれを割り算をして1日あたり何時間勉強することができるかそれによってこれから2か月あるあるいは3か月ある それによって何科目受験するかということもまた一方で決まってくるわけですね。例えば1日3時間勉強時間を割くことができる1か月間ほぼ毎日1日3時間勉強時間を割くことができれば1か月で約100時間程度の勉強をすることができるんですね。となるとこれから3か月,月間試験までに時間があるとすれば1か月の間に100時間 三ヶ月あれば三科目三百時間勉強時間を割くことができる。単純にはこういう計算もできると思います。一方で仕事の合間を縫って土曜日日曜日だけしか勉強することができない。その曜日には少なくとも五時間勉強できるとなれば一週間には十時間の勉強をすることができる。こうなると一科目で二ヶ月程度の勉強時間となるかもしれないですね。ですから百時間ということを まず合計数としては100時間と今申し上げたんですけれども一日あたりどれぐらいの勉強時間を割くことができるかということからその科目数何科目受験するかということにも判断をしていっていただきたいんですね。でもちろんこの標準的な100時間とといいいいうもののは例えばいくつかの違いがあると思いますすでに先ほどもお話ししたような実務関連での強い科目であればそこまで勉強時間がなくても大丈夫ということもあると思います。 一方で直前に2級の試験を受けたばかりであるのでまだ FP に関連する知識は十分に覚えているという方にとってもやはり100時間なくても構わないかもしれません。一方で2級の試験を受けたのが数年前でその後 FP 関連の実務などもしていないということになるとやはり大切なのは2級程度の復習というところから勉強を進めなくてはいけないとなれば100時間では不十分というケースもあると思います。 このように今現在どういう状況にあるかによって標準100時間と考えてそれが少なくなるあるいはもっといるというところも個人の中での判断をしていっていただきたいんですね。標準的な時間としては100時間ということを考えたいと思いますがあとはどこまでの今までの状況ということでそれを判断していくということが必要だと思います。ただ 100時間という勉強時間がなかなか取れないという方にとってじゃあどういう勉強方法があるかということになるんですがその時テキストなどを1ページずつコツコツと1ページから最後のページまで勉強するということになるとそれだけ非常に大きな時間がかかってしまいまいすそこで短時間で仕上げて合格をしていくには有効となるのはやはり過去問になると思いますね。CFP の試験は試験験は団体が 過去のの問問題題とととそれの回答と解説、問題集という形で販売しています。この過去の問題集を手に入れてそしてその過去の問題を十分解くこれによって一番最初にお話をした35問以上解けるようになっているかどうかということを一つの物差しとしてそして短時間に仕上げていくという方法もあると思うんですね。このようにして、 問題集をまず手に入れてそして問題を解くということによってそれがやはり得意であるか最初に問題を解いた時に高得点が取れるかあるいはそうでないかということも先ほどお話をした得意科目かそうでないいいかとととうことにもつながると思いますですから得意かどうかを判断するということとともに試験時間を、勉強時間を短縮してそして合格を取っていくにはやはり 過去問題の分析ということが非常に大切になっていくんですねこの資料のその下のところには今度は得意な科目の学習方法と苦手な科目の学習方法ということを挙げました今お話をしたようにこの中の得意な科目の学習方法ということはまず間違いなく過去問題というふうに考えていいと思います過去問題これを準備して 準備できるのであれば過去3回分程度の問題集を準備をしてそしてその問題集をまず2時時間間という時間の中で回答してみる今現在2時間の時間で50問トライをして何問正解できるかということがまず最初のベースになるんですね。仮に今現在はままだ25問つまり半分しかか正解ができなかったということになるとこれは得意な科目であってもやはり合格ラインにはなっていない。じゃあ その得意な科目を現在の25問から35問に上げていくにはどのようなことをすればよいかこの何をすればよいかというのを判断するのもやはり今までの出題された過去問題を十分に検討するということが必要になるんですね。そして25問から35問へのかさ上げをする時の方法としてはやはり問題の品質程度たびたび出ているのかあまり出ていないのか たまたま今回だけ出たのか、このような分類ということも大切になると思います。たびたび出ているというのは、過去3回の問題集をひろい開いたときに、例えば3回とも出ているということになれば、これは当然 A ランクということになりますね。その A ランクとなっているものは、当然次の試験でも十分に取材される可能性が高いので、これは必ず正解しなくてはいけない問題。先ほどの25問 正解できた中にそのもし A, という A, A ランクと決めたものが入っていなければ少なくくとも A ランクの問題は正解できるようにしていくこれによって合格の一定の基準というふうにお話をした35問にも近づけていくことができると思うんですね。一方で過去問題を分析してじゃあ C ランクと言えるようなもの C ランクと言えるものというのは例えば3回のうち1回は出題されていたけれどもという問題が仮にあった時。 その3回のうちに1回出題されていた問題はあまり深追いしないということですね難易度が高い問題という考え方もあると思いますつまり今までの勉強してきた内容よりもはるかに問題の難易度が高いと考えるものあるいはほとんど出題回数の多くないものこれは C ランクと考えて仮に正解できなくても35問以上の正解がなくても良いという判断をすればまあ、つまり 正解できなくても良い問題と考えてしまえばその C ランクの問題はあまり深追いしないということも大切なんですねつまり得意な科目と決めたけれども得点が伸びないときにはまずその中で A ランクの問題次に B ランクの問題ここまでがきちっと正解できるようにしておけばそれによって基準の35というところまでは十分に取っていくことができるようになると思いますそれに対して苦手な科目の学習方法 まあ苦手な科目というものであっても当然6科目の合合格格をしししててていいくくためにはは受験して合格しなくてはいけませんその時にまず最初に行わなくてはいけないのはこれは過去問題をすぐ解くのではなくてもう少し遡って例えば2級の範囲の勉強をもう一度見直してみるこのようなところに遡って勉強を開始するということも必要なんですね。こうなった時には やはり先ほどお話しした標準的な100時間学習では不足かもしれません2級の復習時間を入れれば100時間以上かかってしまうかもしれないんですがやはり苦手な科目の学習をするためにはまずは今の位置から遡って2級までの基礎そこをしっかり覚えてそして基礎の上に CFP の試験で出題される内容の積み上げをするということを考えていくべきだと思うんですね。つまり 苦手な科目何科目あるかあるいは何点ぐらいしか現在取れないかということにかかわらずまず基礎固めをしっかりするというのがこの苦手な科目のの対処の方法ととといいうことが言えると思います全体的なですね科目選択ということでその科目の中には得意不得意ということもあると思いますから何らかのですねそのる考え方の中で選択をするということが非常に必要になると思います。そして 最終的なターゲットは35問以上の正解ができるようにしていくということがまずは重要になると思うんですね。で、そんな中でじゃあもう少し細かく科目別の分析ということを見て見てみたいと思いますが、資料のですねもう一枚の方を見ていただきますと、科目別の傾向をまとめておきました。合否のポイントということにしてありますけれども、6科目のですねその傾向をまとめてありますから、この中でそれぞれ自分が この科目が得意なのかあるいは不得意なのかということによってどこにですね照準を合わせるかということの一つの材料にしていただきたいと思うんですねまず一つ目金融資産運用設計についてこの科目の特徴はやはり出題論点が非常に多いということそれから二級試験では全く出題されていない論点つまり難易度の高い問題ということも非常に多くなるんですね 例えばここには一例としてデリバティブや投資理論ということを挙げました。これらの項目、二級ではほとんど出題されていない。一方で CFP 試験では必須の論点なんですが、比較的難易度が高いんですね。ではこのような難易度が高いと思われる論点を回答していくのか、それともこれは C ランクと考えてもう最初から回答しないのか、まあ、極論すれば勉強しないのか、 それ以外の問題できちっと得点を取れるようにして仕上げていくのか。というところを判断するのも、この金融資産運用の科目の。特徴だと思います。つまり、三項目目に書きましたが、定番の計算問題。これはほぼ毎回ですね。数値は違えど、同じような論点で出題されます。例えば、投資指標、利回り、利回りはもちろん債券の利回りや。あるいは株式、その他の金融商品すべての利回り。 それからデュレーション分配金金あるいは税金特に税金についてはタックスプランニングとの関連性のある所得税これを中心に計算問題ということが全体の約3分の1は出題されるんですねただ3分の1が出題されたとしてもその問題はほぼ定番問題です。つまり毎回出題されている A ランクの問題この A ランクの問題といえる定番問題これをきちっと正解することによって 難易度の高い問題を正解することができなくても一定の基準の35問以上取れるように仕上げていくということが大切になると思いますその中でもう一つ残った資料の読み取り問題経済指標などと書きました主にですね、試験問題の一番最初のところに5問程度固まってきているんですけれどもやはり資料を読み取る問題というのはあらかじめ準備をする知識を覚えておくという内容ではないんですね そこで出題された内容を読んでそしてその傾向や現在の経済状況の,などの中などから回答するということになりますからここをあらかじめ準備するということではありませんのでそそのののの資料を読み取ってていいいいいくくとととととううここ、ね、力はその試験問題の中で植え付けていくということが必要だと思いますもちろん過去の問題でそのどういう資料が出るかということにはぜひ慣れておいていただきたいところですね。 次に不動産運用設計です計算の問題が15問程度その計算問題というのは収支計画、検閉率や容積率そして投価交換、土地の評価、財産評価ですねこの辺りが中心となった計算問題が15問程度出題されます計算問題は非常に細かな内容まで要求されますのでかなり時間がかかるんですねそこで計算問題が得意とするのか あるいは計算問題ではない、主に法令、法律、これらを理解する問題を得点源とするか。もちろん、この法律、法令を得点の問題の方が問題数は明らかに多いです。30問程度。例えば、建築基準法や区分所有法、借地借家法、挙げればきりないですね。この辺りの法令から出題される内容を得点源とするか。ここは、同じ不動産という科目の中でも、 どの分野が自分が得意かということによっての色分けをしておくということが必要だと思います例えば宅検資格を有しているから法令法律関連のところは回答しやすいということになれば法律関連問題の三十問を得点源としていく一方で税金科目などが得意ということになればやはり計算問題を中心としたところで得点源とするただ計算問題だけでは十五問程度しか出題がありませんので やはり税金関連問題はタックスプランニングとの相乗効果をですね活用して正解数を増やしていくということが必要だと思います次にライフリタイヤについてですね非常に範囲の広い科目だと思いますこの科目は一番最初のところで CFP の倫理規定やあるいは時事問題などが出題されるんですがこのあたりもあまり大きな準備をしなくても回答できる問題ということになると思いますのでこの時事問題や倫理規定などについてはぜひ得点源にしなくてはいけないところですねそして最もこの科目で中心になるのはやはり社会保障の関連です年金健康保険このあたりを中心として非常に多くの問題数が出題されますがやはりここも 過去の問題を十分に行っておくことでほぼ同じ傾向から出題されるんですねただその年金額などは当然年度が変わるごとに変わっていきますただ年金額などはその試験問題の資料の中にその使うべき年金額などが載ってきていますから過去の問題は過去の問題として回答できるようにしておいてそして今年度の今度の試験の問題ではその問題の説明の中にある 数値などを使って計算をするということをすれば回答になっていきますつまり社会保障関連の問題ということはところは過去の問題を十分に理解してそして得点源にしていくということがこの科目の必要なところではないかと思いますそしてリスクと保険ですこの科目も資料読み取りに非常に時間のかかる問題なんですね例えば保険の約款であったりとか保険の証券 問題の二三ページにわたって一つの問題に対する証券や約刊が載っているケースがありますこれもやはりそのすべてを読んでから問題を手掛けるということでは当然時間が不足してしまいますそこでその約刊や証券の中の読み取りこれをですね素早くできるようにするにはやはり過去の問題でどの部分から出題されているケースが多いかこれを十分に把握しておくんですねそして 実際の問題に回答するときには節例にあるなどを読,み取るの読むのが先ではありません先に問題を読んでそしてその問題の中で必要となるところだけページを遡って約款や証券の中にチェックをして答えを出していくという方法を当然取らなくてはいけないと思います。一方でこのリスクの科目には2級レベルという試験問題も次第の問題も非常に多くなっているんですね。 ですから定番の問題については2級までの基礎知識を十分に行っておくことによって得点源にすることはできると思います。次にタックスプランニングですね。タックスについては非常に計算問題が多いという特徴があります。30問以上の計算問題が出てくるケースが多いんですね。そしてその30問以上の計算問題の大部分は所得税の問題です。 つまり所得税というのはこれはやはり個人の税金の中心になるものですからかなり細かいところまで取材がされるんですけれどもやはり定番問題が多いんですね。定番問題というのは過去の問題を見ることによって繰り返されている問題ということは把握できると思います。あとこの科目で大切なのはその計算問題の多さに対する1問にかける回答の時間ですね。ここの回答時間をででききるるるだけ短縮することができるように 繰り返しそのののの計算の演習を行っってておくくととといいいうことがこが科目の基準を取っていく内容になると思います所得税以外の税金についてそれから最後に2問程度出題される会計の知識を必要とするようなところこの所得税以外や会計の知識のところは所得税の問題の回答この勉強が仕上がった後に手がけるということでも十分ではないかと思います。 そして相続事業承継ですね大きく3つの分野から出題される科目です民法それから税法そして財産評価この3つの分野にから出題されますがいずれもやはり2級までの基礎的な内容ということをしっかり押さえておくようにしましょう数値あるいはその相続関係などが複雑にはなっていきますが複雑になったとしてもそこで必要になってくるのは基礎的なことであるんですね そしてこの科目でその2級までの試験からやや難易度が高くなるのが事事業業承承継継ののの分野でです事業承継や自社株の評価についてはああまままりり級までの出題がありませんところが CFP 試験になった時には複数の問題が出題されますがここもちょうど金融の科目でお話をしたように難易度が高い問題についてしっかり勉強して得点源にするのかあるいは 事業承継の分野などは除いて、その他の分野で三十五問以上得点できるようにするのか。この辺りも判断をして、望むということが必要になってくる科目ではないかと思います。科目のですね、その仕上げていくための特徴ということを簡単にお話をしてきたんですけれども。この中で、全体的に共通して言えることはやはり。百二十分という試験時間の中で。 50問の問題の回答をするときの時間配分これが大切になるんですね単純に計算をすれば1問あたり2分から3分で回答しなくてはいけないですところが資料の読み取り問題や計算問題は1問2分から3分では回答できないケースが多いんですねそれをすべて50問正解回答していこうとしたときには時間が不足してしまって後半の問題が解けないということにもなってしまいます このようにスピードを速く1問に与える回答時間を速くするということも大切ですが今今回繰り返しお話をしているように合格の基準は35問程度と考えた時仮に50問全ての問題を解くことができなくても45問あるいは40問の問題を解いてそして35問の正解ができればこれでも合格には違いないわけですね。仮に 40問の問題を解くということになれば1問にかける時間数は2割増やすことができるわけですねこう考えれば1問にかける少し余裕が出てくると思いますじゃあどの分野の問題を解かないでどの分野の問題で40問解いてそして35問の正解をするようにするかやはりここに言えるのはその過去の問題の分析だと思います得意な分野とそうでない分野もあると思いますからそれぞれのですね 分析を行って、そして。一問にかける時間を十分にとって、最終的には。回答する問題の中から、三十五問以上の正解ができるようになっていくと。いうことを、時間をかけて、進めていっていただきたいと思います。この C. F. P. 試験というものについてのですね。まあ、簡単な概略についてお話をしてきました。講座で勉強する方は、テキストを使ったインプットの講座。 それから過去の問題を使った演習講講座座両方の講座があります特に短い時間試験までの期間が短くなってきた時にはやはり演習講座過去の問題を使ってのその解説講座でですね実力を確かめてそして合格ライン突破できるように仕上げていっていただきたいと思います。それでは次に狙う科目はこれ CFP のガイダンスを終わります。